ミーコラス・ロメリスは、リトアニアの法学者。リトアニアにおける、憲法学を体系化した第一人者で、後のリトアニア独立回復運動の思想にも影響を及ぼした。現代リトアニア語では、ミーコラス・ロメリスとされるが、彼の性は、ローマースとも表記され、本来、リョメリスと発音すべきと指摘される。したがって、リョメリスという表記がされることもある。また、ソ連時代には、 レメリスト、表記されていた。ポーランド語では、ミハウ・リョメルと表記される。シュラフタの家系で生まれ育つ。サンクトペテルブルクの帝国法律学校を卒業後、クラックフのヤギエオ大学哲学部歴史学会留学。その後パリの自由政治科学学院へと留学し、1901年に終了した。その後ビジニュスへと移り住んだ。 第一次世界大戦が始まると、ユゼフ・ピュス付きの軍に参加。1920年、中部リトアニア共和国首相のポストを打診されるも、それを拒否し、リトアニアの臨時首都カウナスへと移った。彼は、シュラフタの子孫として、リトアニア大公国の伝統を重んじる立場をとり、ポーランド、リトアニア、ベラルーシいずれの民族国家建設運動にも、組みしなかった。戦艦機 ロメリスは最高裁判所で裁判官として勤務、また、リトアニア大学法学部で教授を務めた。その後1940年からは、ビリニュス大学教授を務めている。国際法学者としても活躍し、1932年の常設国際司法裁判所における、クライペダ地域をめぐる裁判では、リトアニア側の弁護士として出廷した。戦艦期はリトアニア語で、 執筆活動を行ったが、日記は生涯ポーランド語で書き続けた。2004年、彼の生前の業績が評価され、リトアニア法科大学がミリコラス・ロメリス大学へと解消された。ありがとうございます。